最高のレースにしましょう、大輝。さあ、追いついていら。あ、足元が。何よこのぬるっとした感じ。あ、もう全然気持ちよく進めない。なんてダルネス。コアヘン、お先に失礼します。ああ、大輝。アンビリーバボー、なんてこと。こうも一方的に破れるなんて。マールさん、お疲れ様です。もしかしてマリートラック、道悪は苦手ですか？道悪そうね、得意でないのは確か。でも問題はそこじゃない。いい走りをできなかったのにはもっと大きな理由があるわ。おお、そのリーズは。それは私の気が乗らなかったことよ。コンディションよりハートの問題ね。どうやら私のパッションがこの泥道に脳線球を突きつけたようだわ。おいおい、シーキングザパール、大負けしたのに高笑いしてるぞ。ああ、道悪ベタじゃなく気分の問題か。だとすると少し厄介だな。つまり不発は道悪に限らないってことだ。少しでもマイナス要因があると能力を発揮できない、俗に言う気性なんてやつだな。さっきの言動からしてもどうも気分屋っぽいというか。さあ、スカウトタイムよ。お待たせしたわね、エブリワン。ようやく花束を受け取れるわ。私のもとに夢を持ってハセさんじなさい。カモン、ヘイ、カモン。大輝シャトル。そうね、確かに今日私の心は奮い立たなかった。負けん気よりもぬかるみへの嫌悪が勝った。挑む気すら起きないホイールスピン、きっとこんな感じだったんでしょうね。そして距離はどう。1600m、不得意ではない。でも得意不得意は私だけで決めるものではないわ。世界は広い。私が得意でも私以上に得意な馬娘もいる。大輝のように私という宝石の眩しさは私だけでは決められない。数々の才能に囲まれた中でどうやって道を見出すか。現時点で及ばないならば別の道から、あるいは